モニター開催って50代以上モニター専門家モニケンです。今週もやってまいりました。ゲーミング PC の BTO メーカーフロンティアのセール、今週は春のスペシャルセールということで、新生活向けにか在庫も普段よりも多めに用意されています。なのでね、僕が毎回動画を出すときにこれは売り切れちゃってるんですけどっていうのがね、多分ないと思う。あったらマジすいません。で、そんなラインナップからいつも通りエントリー、ミドル、ハイエンドの3つのおすすめモデルを紹介します。最後には最近のゲーミング PC ニュースも紹介しておりますので、ぜひ最後までご覧ください。で、まずエントリーモデル、 Core i5-1400F プラス RTX3050 のモデル、いつものエントリーモデルなんですが、今回ね、これ若干ダウングレードしてます。2週間前はチップセット違いでこれより5000円安いモデルがあったんですが、今回は5000円高いこのモデルしかラインナップにないですね。しかもこのモデルもね、メモリが8ギガ2枚から16ギガ1枚に変更されてます。パソコンのメモリって同じ容量なら枚数が多い方がデータ転送が早く行えるので、これは明確にダウングレードですね。ただ32ギガとか64ギガバイトに増やす予定ならこれでも全然問題ないです。16ギガバイト2枚出しとか4枚出しならメモリ不足はなかなか起きないでしょう。まあ、ぶっちゃけね、16ギガ1枚でもそこまで困ることはないと思うんですけど、でもメモリ以外同じスペックなのに価格は変わらないっていうのがね、ちょっとね、納得いかないですね。だったらメモリも8ギガ2枚にしてほしかった。まあ、とはいえスペック的にはほとんどの有名ゲームが 100fps 以上で楽しめます。具体的には Apex Legends で144fps 張り付き、フォートナイトの低画質で 165fps 以上で張り付き、バロラントなら 200fps くらいは余裕でいけるスペックなので、ゲーミング PC デビューなら全然問題ないですね。フル HD より上の WQHD とか 4K でゲームをしたいっていう人はもうちょっと上のね、この後紹介するミドルスペック以上を探した方がいいですね。 RTX3050 だと高解像度はちょっときつい。で、今週はね、ミドルスペックも在庫がありました。ただパッと見ね、そんなにお得感はないかな。他のメーカーのセールでもこれくらいにはなりますし、先日紹介したパソコン工房の RTX3060 と Core i5-12400 の方がポイント還元とかも考えるとコスパは高い気がしますね。この RTX3060Ti のモデルは、まあ、価格的には悪くないんですけど、 CPU 性能がね、 Core i7 の10世代とちょっと低めですね。ゲームによってはボトルネックになってグラボの性能をね、発揮しきれないっていう場合があるかもしれません。とはいえ大体のゲームで画質設定を中設定以上にしても、まあ、144fps 以上は出るので、ミドルスペックを考えてるならコスパの悪い買い物じゃないでしょう。 RTX3060 だとちょっと重いんですけど、 RTX3060Ti なら WQHD 解像度でも 100fps くらいは出せるゲームが多いので、 WQHD かつ高フレームレートで遊びたいっていう人は RTX3060Ti 以上のミドルスペックがおすすめですね。 4K まで来るともうこのミドルスペックじゃちょっと厳しいですね。まあ、フレームレートとかを犠牲にしなきゃならない。なので 4K で遊びたいっていう人はこっちのハイエンドモデルがおすすめ。なんとね、この間まで爆速で売り切れた RTX3080 に Core i9 の10世代1900F、 こちらを搭載したモデルがね、在庫が十分にあります。前回くらいまでのセールだと動画公開前どころかセール開始1時間とかで売り切れてたんですが、今回は120台用意されて在庫もね、まだまだ残ってます。ただスペックは同じなんですけど、前回のセールから5000円値上がりしております。なのでお値段は269,800円。なんかね、フロンティアのセールになってるモデルも年始くらいまでこう右肩下がりに安くなったんですけど、年始からね、今度逆にじわじわと値上がりしてる感じがしますね。毎月5000円くらい上がってるんじゃないかな。僕はね、毎週セール見てるんで合ってると思います。とはいえね、こいつ間違いなく現状のハイエンドスペックモデルなので、これを買っておけばまあ向こう5年くらいは余裕で持ちますね。 CPU をもうちょっと上位のモデル、まあ、Core i7 の12世代とかに換装すればもっとクラボのパワーを発揮できるので、まあ、CPU 性能だけちょっともったいないかなってところがありますね。おっと、そんなことを言っていたら隣に R10 ありませんか。 RTX3080 に Core i7 の12世代 12700F を搭載、完璧です。ただお値段がグッと上がって295,800円、左の限定120台のモデルに比べて26,000円値上がりしてます。
ペック的にはこっちを買っておいた方がね、 CPU とグラボのバランスがいいんですけど、ちょっと高いですよね。なぜか電源もね低スペックに下げられてるし。なので、まあ、安い方でもね正直十分スペックはあるので、普通に Apex とか Fortnite とかで 240fps 出せますし、グラフィック重視のちょっと重いゲームとかでも 4K100fps くらいで動作します。まあ、この2つの CPU の性能の差でも 4K100fps が 4K120fps くらいになる程度の違いなので、まあね、そんなに気にならないっていう人がほとんどだと思います。なので、まあ、予算ちょっと厳しいなっていう人はこっちのね 269,800円の方を買っても全然問題ないでしょう。僕も発売日から RTX3080 を搭載したゲーミング PC を使ってますが、グラボ性能で困ったことは今まで一度もないので、とりあえずこれを買っておけば間違いないです。正直ね、一番右のこの 3080Ti の方は CPU がいまいちなので、こっち買うくらいならこっち Core i7 の12世代と RTX3080 の方がいいですね。 RAM っていうグラボのメモリも 12GB なので、まあ、4K 出すならねこっちの方が確かにいいですね。 3080Ti はね、いらないと思う。この2台、3080搭載の2台から選ぶのがおすすめですね。そして最後にモニケン先生のゲーミング PC ニュース。先日オーストラリアで RTX3080 の価格が一晩で 35% 下落したっていうニュースがありました。 35% ってやばくないですか。2299オーストラリアドルが1499オーストラリアドルに値下げ、日本円に換算すると、まあ、20万円から13万円くらいに値下がりしたみたい。めちゃめちゃ安くなってる。まあ、この原因として仮想通貨のねイーサリアムのマージによるマイニングの収益率がダウンするため、それでねマイニング用のグラボが売れなくなるから小売りが在庫を抱えないように処分してるって予想されてました。マイニングがオワコンになると、マイニングしてた人がねグラボを中古市場に流して中古のグラボが一気に値崩れするから、それを見越して早めに安くしたっていう予想なわけですね。ただ正直マイニングがオワコンになってグラボが中古市場に流れても、まともな人ならマイニングでねもうボロッボロになるまで酷使されたグラボを購入しちゃうかもしれないのに、中古でグラボを買うリスクは犯さないし、中古の価格って値崩れしても新品の価格はね落ちないと思うんですよね。なので現状オーストラリアだけで起きたグラボの値下がりでグラボが安くなるっていう希望的観測をするのもいいんですが、ウクライナのね大手ネオン製造工場が生産停止になったり、ロシアとウクライナの半導体製造に必要な気ガスが入手しにくくなってるとかってことを考えると、グラボはね今後値上がりすると僕は予想してます。まあ、これね前回の動画でも話したんですけどね、今現在は夏くらいに比べたらグラボもだいぶ安くなってます。ただここからは上がるはず。なので僕はねグラボは今が買い時だと思ってます。ただこのオーストラリアのグラボ値下がりっていう展開が世界に広がるっていうことにかけて、今は剣の姿勢を貫くっていうのもなくはない。もしかしたら安くなるかもっていう可能性は一応ありますからね。僕は8-2で値上がりすると思ってる。まあ、この辺はね、世界情勢とか IT ニュースとかを見て自分で考えて判断するのが大事ですね。それがめんどくさいっていう人はもう今買うのがいいと思います。最近はゲーミング PC の価格とか在庫とかに直結しそうなニュースが多いので、セール動画の後半とかこういうタイミングでトレンドのニュースもね今後は紹介していこうと思います。またゲーミング PC の選び方についてはモニケンチャンネルで10分でわかるゲーミング PC の選び方っていう動画でね紹介してるので、ぜひ見てみてください。さらにゲーミング PC をどこで買うかっていうのもね、おすすめ BTO ショップの特徴を解説っていう動画で詳しくショップの特徴を話してるので、そちらもご覧ください。あとやっぱりねゲーミング PC を買うならゲーミングモニターも買わないとその機能を活かすことはできません。当チャンネルモニケンでは多種多様なゲーミングモニターの紹介をしているので、当チャンネルの他の動画もぜひ見ていただければ幸いです。そんな感じで動画を終わらせていただきます。最後にこの動画良かったな、参考になったなと思った方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。 See you!